します。よろしくお願いします。お願いします。すみません。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい。送る会はどんな会でいらっしゃいましたか？いやー、すごいかっこよかったですね。加山さんのサライは少しだけ焼き餅焼きましたね。いつも隣で歌ってるのは僕なんで、まあ、サライはもうしょうがないんですけど、なんか羨ましいなと思いながら見てましたけど、かといってお別れになったんで、やっぱり寂しい気持ちはいっぱいなんですけど、まあそれはいずれまた天国で歌えるんで、それまではこっちで頑張ります。10月8日以降はどんなお気持ちで今日まで？まあそうですね、もう皆さんもよくご存知だと思いますけども、突然来たんで自分の中ではもう整理つかなくて、だから一目でも病室でもちらっと覗ければよかったんですけど、それもできないのはね、急に訪れた訃報だったんで、いやもうとにかくもう慌てましたね。森本さん、今日はご挨拶されたと伺ったんですけども、はい、どんなご挨拶を今喋ったようなことですね。だからまあ今後のことがやっぱり皆さんご心配してくださるんで、それをなんかお聞き、有働さんもお聞きになってたから、まあ自分なりにもう少しもう少し言いながら頑張りますと、そういうことを申し上げます。はい、改めてですけれども、森口さんにとって谷村さんというのはどういった存在でいらっしゃいましたか？谷村はもう公私ともにいつも寝食も共にした時期もありましたし、そういった意味ではもう一つ違いなんですけど、やっぱり兄貴のようなね存在で、でかといってアリスが動き出してどうなんだって言ったら、やっぱりいつの間にか兄貴であるやっぱりライバルの感じにだんだんなっていきましたから、それはもう切磋琢磨して、それは逆に向こうにもこっちにもすごいいい影響だったと思いますね。50年来っていうとなかなかこう付き合いってこうすごいなと思うんですけど、やっぱりその間はいろいろ言い争うことももちろん、いやそれはね、同じグループにいるんで何もないですって言ったら嘘です。逆に言えばそれがあるから切磋琢磨してライバルという言葉も生まれますし、出ないと僕はこの時点でこんなに頑張れてなかったと思います。多分彼がものすごい頑張ってくれたんで、自分はまた違うカラーを持って、まあ、年末の歌を歌ったりとか刑事物の歌を歌ってみたりとかいろいろしましたけど、そういった意味では結果的にはその違いがあってよかったなと思います。でもそれをなんとなくそうしてくれたのは無言の中で彼が色をつけてくれたのかなって思います。思い出といったら本当にたくさんあると思うんですけども、めちゃくちゃありますね。一つって言ったらもう、なかなかいくつか一番こう覚えている谷村さんとの思い出とかエピソードっていうのは、まあ、いい話もあと思うのがちょっとね、ですよね。やっぱり一番僕は覚えてるのはやっぱりもう本当にヒット曲なくて、形にももうどうにもならないアリスだったんですけど、5年目過ぎて6年目で冬の稲妻と1万ボルトが出たんですよ。そのあたりからこう自分たちの取り巻く世界観みたいなのが変わってきましたしね。で、あの時に初めての誰が言ったのか、3日間武道館やろうなんてバカなこと言って、そんなのできるわけねえんだからって言って、実際蓋開けてみたら、まあ、実現したんですけど、みんなもう会場を覆えることで、もうそのことは今でも覚えてますね。でその後がもうなんか矢継ぎ早に僕はもう力を絶対緩めないっていうので、とにかくヒット曲にこだわりましたね。はい。今さんってどんな方ですか、堀内さんから見て。頑固者ですね。頑固者で詩人で、なんだろう、
へんとくりんな人ですねそれで気持ちがめちゃくちゃ柔らかくて、うん、でいつも相談したら やっぱ兄貴なんですよね。すごくあの大きく受け止めてくれるから、もう何でも困ったことあったら彼に来れば、うん、何とかするよということだったから、今ちょうどバイバイバイが流れてるんですけど、本当にあのバイバイバイになったんですけど、僕はもう少しもう少しって言いながらこの後も頑張って、それこそ谷村の分も頑張りたいなと思います、はい、アリスはリーダー不在となってしまいました。そうなんですよ。今後アリスはどのように。そうですね、もうだからまあ形としてはもう三つどもえはできないんで、まあ、たまに、まあ、矢沢徹と金ちゃんがいるんで、彼を交えてまたあのライブとかできればいいなと思いますね、はい、頑固者で変築林とおっしゃいましたが、はい、それを知るエピソード、そんなことを感じた谷村さんの人柄を感じた何か思い出深い出来事ってありますか。そうですね、これって言われると出てきませんけど、とにかくもうこうと決めたら、要するにすごい一途な人なんですよ。であれはやっぱり僕にはないあの多分部分でしょうね。僕は途中でもうそんなに深追いしてもなんて思うタイプなんで、あの人は完璧にやり遂げないと気が済まないというタイプだから、音楽とかミュージシャンとしては、はい、どんな風に。そうですね、そういった意味では俺の方が上だと、ね、あの2人ともそう思ってるの、ええ、出ないとこれ成立しないんですよ。絶対譲ったとかなんかそういうことだと、なんかこっちが折れるとかいうことになっちゃうので、それは絶対自分の気持ちも許さないし、でもそれを許したら向こうも許してくれないと思う。お前そんなに根性ないのかって。お互いもう10年でしたけど、もう本当に濃密な10年でしたね。うん、寝食も一緒にして2人で合宿して寝起き共にした時代もありましたから、いろんなね、さっきも画像をいっぱい見てきたんですけど、胸いっぱいですね。さんにこのことをお尋ねするのは愚問かもしれませんが、谷村さんはいろんなこれまで楽曲を作られて、あれは人に提供されたりしてますけども、はいはい、リュウジさんが一番好きな曲はどんな曲で、どんな理由でその谷村さんのこの曲が。やっぱり繰り返し自分の脳裏に焼き付いてるのかと思いますけど、やっぱりいい日旅立ちですかねあの駅ごとになるんで、それでまた例えば大阪行って帰りがけにまた乗るといい日旅立ちが聞こえてくるんで、なんか人ごとじゃなくて、なんかいつも守られてるような旅に出かけてもそういう一節が流れてくるんで、なんかいつもほっとしましたね。はい、今日は谷村さんの誕生日でも。そうなんですね。ということで、はい、家に向かっては堀内さんどんな言葉を、ね、かけたんでしょうか。まあ人によるんでしょうけど、それ長かったのか短かったのか、それが人の運命というかそういうことなんでしょうけど、やっぱり欲を言えばもう少し一緒にいたかったですね。うん、だから本当の意味で戦うっていうか、そういう人はもうなかなかそうはいないんですよね。うん、いや残念ですね。